超ケンタヨッシーです。さあ、今回もアルビレックス新潟のレビューをやっていこうと思っていまして、で、残念な試合っていうか、負けてしまった試合でも、レビューを通してやることによって、ちょっと面白くなるかなと。そういった楽しみ方もちょっと提供していこうということで頑張っているんですが、ちょっと鼻声でごめんなさい。花粉症がやばいんで。はい。で、今回は、名古屋グランパスか、をホームに迎えての一戦になりまして、まあ、俺はね、一番相性悪いタイプかなって思ってたんで、まあすげえきついから、まあここに勝ったらすげえと、しかもなんか何人か出れない選手もいたみたいな感じだからすごいかなと思ってたんですが、残念ながら、1対3逆転負けを指揮してしまいまして、2連敗と。はい、いう感じになってしまいましたね。で、この試合じゃあ何があったのかってことをしっかり学べば、アルビの特殊性、いろんな意味で、わかるかなと思いますので、楽しんでいきましょう。どうぞ。はい、これが両チームの布陣です。グランパス 3-4-3 と、はい、で、アルビが 4-2-3-1 ってことでしてね、早川選手、そして阿部選手が初先発だったかな。もしかしたらダニーロもかな、ダニーロも初先発だったかもしれないね。太田が左に行ったと。で、チート級の活躍をしていたゴールキーパー小島神は怪我になってしまいまして、ちょっとここで残念だな。小島すごかったんでね。俺もちょっとびっくりしましたからね、小島の凄さっていうのは。で、ダニーロ、ただまあダニーロすごく良かったと思いますよ。前にね、動画で、グスタボはちょっと活躍できるかどうかちょっと微妙だと。ヒットするかどうかもわからんっていう話はしたんですけど、まあダニーロはすごいいい選手だよっていう話はしてたから、ようやく、本領発揮というかフィットしたなっていう。まあボールの持ち方はすごく独特ですよね。なんかスピードでこう勝負するっていうよりはタイミングと、まあ場合、駆け引き、その辺でこう、勝負する。まあほんと巧みな選手かなと、はい、思います。で、名古屋なんですけど、じゃあなんで相性悪いんですかと。ある意味なんでこのチームに苦戦すると思います、思ったのかっていう話で、まあね、選手個々人の能力はすごく高いんですけど、美しさを求めてないんですよね。結果至上主義と言いますか。まあ、長谷川健太、まあ、なんか、ちなみに長谷川健太で監督は、だから俺の名前の由来がそうらしいのよ。彼から取ったらしいんですけど、まあ、俺としてはすごく、ちょっと複雑な気持ちであるんですけども、長谷川健太から取ったんかみたいな感じではあるんですけども、当時俺が生まれたのは1991年3月30日なんだけど、当時の J リーグで活躍してた名選手が長谷川健太だったから、みたいな。すげえなんか単純な親だなと思いますけどね。はい。で、まあ長谷川健太はね、まあそういった細かいことは基本的にできない人なんですよ。戦術とか、まあ現代サッカーにちょっとこう疎いと言いますか、まあそれはそれで良さもあるんですけどね。長谷川健太監督の良さもあるんだけど、近頃のサッカーは難しくなったなって言ってた人らしいから、そう、まあだからやることがすごくシンプルなんだよね。アルビ相手だったら、まあ基本的にこうタフな選手たちで 5-4 のブロック組むと。まあなんならこうマテウスも時々こう残して5-3になるけど、まあブロックちゃんと組みましょう。で、スペース消せば、まあ、最低でも1失点で済むんじゃねっていうのは、まあ、計算であったと思うし、そこにフルコミットするっていう、はい、チームなんですよね。で、チート級のマテウスとかいるからね、そこでカウンター打てるし、みたいな。で、割り切った戦い方をしてくるチームではあるから、やっぱ嫌ですよね。アルビとしてはね。ただ、前半はね、ほんといろんなことが起こった。めちゃくちゃ、もう、いろんなことが起こりました、本当に。まあ、ボールも試合も支配したのはアルビだったと思うんですけども、まあ、シュートね、前半だけで、第一クォーターだけで多分5、6本打ったと思うし、枠内も多分半分ぐらいはあったんじゃないかな。半分以上いったかな。まあ、アルビすごいなと思ったし、アルビ型がないのが強さなんですよね。例えば、型っていうのは、ここにボールがあるときは、誰かが飛び出しましょうみたいな、型があるのがアルビの普通、だと思うんですけど、アルビはそういったことが基本的に多分決められてないですよ。相手を動かして、じゃあスペースがここに生まれますよね。じゃあそれをみんなで見て、誰が飛び出すかっていうのはその場で決めましょうねっていうのが、まあ一応スタイルとしてあると思っていて、まあ相手からしたらやっぱ分からないわけですよ。誰が来るか、まあパターンがないんだもん。パターンがないってことは分からないからね。で、まあ分析のしようもないですし、あと、まあほんと8分のイマジネーションが溢れる伊藤のパスとかさ、すごく痺れましたね。大田とか、大田の人とかすごくうなったし、まあそれ以外にもほんとたくさんいいシーンあったと思う。そして先制に成功してね、俺の推しメンの堀米キャプテンが、ユンカを振り切りまして、で、侵入してクロス、で、こぼれ球
ダニーロのシュートだったと思うんですけど、で、これね、股下を抜けてきてるから、普通だったら反応遅れて届かないんですけど、あの、ランゲラクが届くからね、ランゲラク、うわ、来たわーと思ったけども、こぼれ球ちゃんと太田くんがね、飛び込んでくれまして、素晴らしい先制ゴール決まりました。まあ、先制できたのはすごく良かったと思うし、引き分けでずるずる行くとね、やっぱ、名古屋相手だと厳しいかなって思ったりはしてたんですけど、ただ、そしたらよ、直後のファーストプレイですよね。得点入ってファーストプレイで、何の文句も言えない一発レッドが出まして。あれはもうね、何の弁解もできませんね。足裏で相手の足もろ蹴っちゃってるからね。で、センターバックの退場なんでどう補填するのかなと思ったんですけど、鈴木浩二に代えて高見くん入れてましたね。で、これはね、まあ、伊藤、良太郎がもう今凄すぎるから、まあ、こうなっちゃうんでしょうね。鈴木浩二が前にいたら、でも多分鈴木浩二いても多分この試合は多分あんま変わんなかったかなと思ったりはするけどね。一等ちょっと外せづらいよね、ということで、まあ、前に出した、置いたんでしょう。で、残り50分を10対11で戦わなければならなくなったという形になりました。で、ちょっと一個感動したのは、なんか俺このタイミングでなんか愛してる新潟歌ってましたよね、サポーターがね。あれちょっと熱かったね。なんか俺のイメージ、勝手なイメージからすると、なんかこう、後半のこのラストとか、ほんと正念場でしか歌わないような、チャントだったと思うから、なんかあそこで流れたのはちょっと熱いなって思ったりしましたけど。ただ、後半は防戦一方になりまして、はい。まあ、こっからはね、ちょっとね、戦術的なプレイ、とこだったりとか、プレイの話は一切、なし。変態 FC チャンネルどうしたって思われるかもしれませんけど、ちょっとメンタル的な話を、したいなと思っていて、やっぱサッカーってメンタルのスポーツなんで、まあ俺はね、なんならこの試合負けても仕方ないかなと思ってる。まあそんなんで、ね、ただでさえ相性悪いのにさ、さらに一人少なくなっちゃったらもう勝てるわけないじゃないですか、基本的に。まあ引き分けれたらマジですごいかなぐらいの試合だったと思うんで、もう全員に沖縄休暇プレゼントしますぐらいの、引き分けたらね、そんぐらいの勢いだったと思うけど、で、結局はね、やっぱ試合の構造なんですよね。試合の構造を考えましょうと。哲学的な部分を考えましょう。そしてメンタルの部分をちょっと考えてみようということで、ちょっとそういった話を今からしますけど、まあ、アルビはさ、やっぱ1点勝ってるんですけど、1人減ってしまったと。でも、名古屋ってやっぱはっきりしてるじゃん。名古屋はもう追いつけ追い越せ。これしかないですよね、やることですよね。だからすごくこうシンプルになるし、逆にアルビとしてはすごく難しい綱渡りになってしまったと。いうことですよね。まあ、一人少ないけど時間稼ぎするにしてもちょっと時間早いしみたいな、すごく難しい状況だったと思うんです。で、なおかつアルビっていうのはやっぱ技術こそが戦術っていう考え方のチームですよね。これができるのはやっぱ J リーグでもなかなかないと、はい、思うんですよね。だからやっぱどれだけこう厳しい状況であろうが選手の技術に頼るっていうのがあると思うんですよ。まあだからただでさえスペースが少ないし、スペースがないし、一人以上名古屋の選手が多い中央に、みんな簡単にボールを放り込むと、で簡単に奪われてしまうっていうのは、でショートカウンター食らいまくるっていうのがあったと思うから、であれはね、哲学上そうなっちゃうんですよね、今の現状ね。クリアとかほぼしなかったじゃないですか、場面でも。でクリアして守備から入ろうみたいなことを考え方、多分哲学としてやらないから、だって技術がね、すべてだという話だと思うんでね。だからこう、フォーメーションとかシステムを変えるっていう発想もないんで、だからこうなっちゃうの仕方でも、この試合に勝てる要素ってほぼなかったと思いますね。今考えてみれば。なんかね、難しいけど、まあ俺の中では結構こう、まあ俺はそういった哲学では基本的にないんで、まあ、別にどっちが正しい、どっちが悪いって言ったわけじゃないんですけど、だってね、技術で全て解決できるんだったら、もう最強だと俺は思ってるから、そこを目指すのは全く間違ってないと思うし、松橋監督は優秀な人だと俺は思ってるんで、まあ、ただ俺の中では、俺は松橋監督がやっぱ違うから、考え方が全然違うので、まあ俺の中ではシステム変えたいとかフォーメーション変えるよって思ってるんですけど、まあ俺の中でやっぱ数的不利でも五分五分、以上に持ち込んだ例も結構何度か知ってる中で、名古屋の特徴を考えた上でやるんだったら、532とか、522にすればよかったのかなと思ったりするんですけど、でもそういったことはね、今の段階ではちょっとできないと思ってるし、まあ、願わくばこの試合は11対11で最後まで見たかったですね。どんな面白いな試合だったかなと思うしね。まあ、数的同数ではほとんどこう試合を支配してたんで、残念です。本当に非常に、もったいない試合だったなと思います。まあ、でもね、俺は悔しくもなんでもないわ。全く、全然、何も問題ない。以上、ご視聴ありがとうございました。はい。
悔しいですけど、次行きましょう。はい。もしかしたら、ちょっと告知なんですけど、もしかしたら、今週の試合が来週か、神戸戦か、神戸戦もしかしたらね、上越ぐらいで観戦会するかもしれないんで、ちょっとわかんないんですけど、またちょっと告知します。まあ、多分やらないと思いますけどね。やってるんだったら、ツイッターで告知しますので、よかったらフォローお願いします。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。超良い。